聖書を拝読します。民数記10章33節から36節までです。こうして彼らは主の山を出て三日の道のりを進んだ。主の契約の箱は三つの道のりの間、彼らの先頭に立って進み、彼らの休息の場所を探した。彼らが宿営を出て進むとき、昼間は主の雲が彼らの上にあった。契約の箱が出発するときには、モーセはこう言った。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。36節までです。インマヌエル聖歌隊と日誌オーケストラが賛美を捧げます。その後ジョン・グヨン牧師が契約の箱2回目のメッセージを取り継ぎます。アーメン、アーメン。今回は前回に続けて神の契約の箱について伝えます。少し復習しましょう。契約の箱は箱とも言って、また契約の箱、証の箱などいろんな呼び名があります。それでこの契約の箱は基本的にはアカシア材という木で箱を作りました。そして外側も内側も金をかぶせていました。またその周りには金の飾り縁を作ってあり、また四隅の基部にも4つの金の冠を取り付けてました。そしてその上の蓋、それが金で作られた贖いの蓋だと言いました。そして贖いの蓋というのは神様が私たち罪人に会見してくださるところと言いました。実はこの私たちのような罪人が神様にお目にかかると私たちは死ぬしかありませんね。しかし神様は公義と愛の神様であります。で、公義をはるかに超えた愛なる神様が私たちと会見してくださると言いました。で、贖いの蓋の意味について説明しましたが、まず第一は神様がご自身の民と会見してくださるところだと言いました。そしてその2番目、贖い蓋の重要性の第二は、贖いの蓋は神様が罪を許してくださるところです。ご覧ください。これは契約の箱です。下の箱があって、その上には蓋があります。その蓋が贖いの蓋、その上には2つのケルビムがこのように彫刻してあります、で、今上の蓋が贖いの蓋、その上には2つのケルビムがあります。で、2つのケルビムについてはもう少し後で説明します。まず贖いの蓋について説明します。贖いの蓋はまず第一、神様がご自身の民を会見してくださるところです。第二、贖いの蓋は神様が罪を許してくださるところです。許しというのは神様の方から全面的に恵みをくださるところです。ですからこの贖いの蓋を恵みの座とも言います。それなら神様はどのように私たちを許してくださるんですか。罪の注ぎ出しがなければ罪の許しはありませんという霊の世界の法則があります。ですから旧約時代には大祭司が1年1回でも、彼も罪のある人間だったので1年1回死聖所の中に大牛の血を持ってきて、そこに振りかけていました。その理由は自分の家族の、大祭司とその息子たちも全部祭司なので、自分と自分の家族の罪が許されるために贖いの蓋の前に振りかけるんですね、大牛の血を。そして出てきてまたヤギを放ってその血をまた振りかけます。そのヤギを放る理由は一般の民の罪のための生贄です。 ですから一般的にも生贄を捧げる時がありますが、特に1年1回食材の日にはこのようにするのです。特にレビ記16章に書いてあります。レビ記16の
14から見ると彼は王牛の血を取り指で贖いの蓋の東側に振りかけまた指で7度その血を贖いの蓋の前に振りかけなければならない。アロンは民のための罪のための生贄の槍をほふりその血を垂れ幕の内側に 持って入りあの大牛の地にしたようにこの地にもしてそれを贖いの蓋の上と贖いの蓋の前に振りかける。これだけを見ても神様はどんなに聖なる方で私たちはどんなに罪のある人なのか罪深い人間なのか分かりますね。でその聖なる神様を拝見するためにはこのように地を 持って罪が許されてからその前にしかも大祭司だけがそれが分かりました。で神様がエデンの園からアダムとエバを送り出す時 川で衣を作ってくださいました。その時もその川を得るために地を 流すそういう全過程があったでしょう。そしてエジプトに下された塔の災いの10番目、10回目の災いは何でしたか。ウイゴの災いでした。その時イスラエルの民はどうだったんですか。主のその使いがその子羊の血を見たらそれを通り 小羊の血を見たらそれを通り小僧ということが書いてありますね。出エジプト12、13、23ですが、23を紹介します。主がエジプトを打ったために雪めぐられ、カモイと日本の門柱にある地、これは小羊の血ですね。をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼすものがあなた方の家に入って打つことがないようにされると書いてあります。この時、小羊はイエス・キリストへの印だと私たちは学んでます。学びました。ですから、いろんな子供を見たら、罪を流すことがないなら、罪が許されないということが旧約時代にははっきりあったことで、それなら新約時代はどうなるんですか。新約時代には、イエス・キリストがイエス様が罪のない血を流してくださいました。 その地は私だけの罪ではなく全ての人類の罪を負って十字架につけられて血を注ぎ出して下さったので、それゆえ私たちは罪が許されるようになるという御業がありました。イエス様は罪もなく何の傷も罪のない子羊のような方でした。 何の責められるところもなかったのです。ですから毎年大祭司が1年1回ずつ聖場に入ってしたような食材は必要ではありませんでした。たった一度でイエス・キリストはこのような血の流しによって私たちの罪を許してくださいました。それについて聖書はローマ3の25、 神はキリストイエスをその地による、また信仰による、なだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯された、また犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからですとあることです。 私たちを認めて下さるために、こうして下さいました。そして義と認められた私たちに聖霊を使わせてくださり、私たちの心には聖霊が住まれるから、私たちは神の神殿になる、神の宮になるということになるんです。ですから第一ヨハネ2の2を見ると、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全体のためのなだめの供え物ですと書いてあります。 しかし条件があります。イエス・キリストが救い主であることを信じる人は誰でもと。そして自分の罪を悔い改める人は誰でもということです。そういう人たちにはイエス・キリストは救いの道を開いてくださったのです。これは契約の箱の蓋にある贖いの蓋、 つまり恵みの座になってくださったということです。ローマ5の8から11。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの地によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われたのはなおさらのことですとあります。
皆さん、私たちはこのイエス・キリストの血によって罪が許されました。たった一度のその主の血によって私たちはその後犯す罪も私たちの心にある聖霊に助けられて清められるようになっています。ですから私たちは清い、たっといそのイエス・キリストの血によって恵みの座に出ていくようなものになりました。それでヘブル人への手紙はこう書いてあります。 4-16 ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、俺にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス・キリストはすでに全てを全うしておかれたので、私たちは大胆に恵みの御座に近づけるということです。また第一ペトロ 1-18 から19にもこう書いてあります。朽ちる動物の血ではなく何の汚れもないイエス・キリストの血によってということです。第一ペトロ 1-18、ご承知のようにあなた方が不祖伝内の虚しい生き方から贖い出されたのは、金や銀のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのですとあります。ですからイエス・キリストの血がどんなにたっといものなのか、そしてそのキリストのたっとい血が分かるようなその目をくださった神様にもとっても感謝ですね。いくら説明してもこれが理解できない、受け入れられないという人もたくさんいますが、これが信じられてイエス・キリストを受け入れるのも途方もない恵みだと思います。ですから贖いの蓋は恵みの御座でもあります。それなら神様がしてくださる許しはどのような許しでしょうか。3つに分けて説明します。これは同会長先生が愛について語った時、許しについて説明してくださったことを私が引用します。まず第一は、基本的に許すべきものを十分許すだけでなく、許せない人も許してくださる次元です。これがどういうことかというと、たまに皆さん福音を伝えると、例えばイエス・キリストを伝えるでしょ。でイエス・キリストを受け入れて罪を告白すると、全ての罪が許されますと伝道してみると、たまにですがこういう人がいます。私はあんまりにも大きな罪を犯したので、イエス・キリストがいくら血を流したって私の罪は許されません、私は福音を受け入れることができませんという人がたまにはいます。なぜでしょうか。自分の罪があんまりにも大きい、途方もないものだと思っているから、いくらたっとい血であっても私の罪は許されることができないだろうと思うからです。しかしそうでありません。聖書で例を挙げます。南ユダの時、マナセという王がいました。ヒゼキヤの息子でした。55年間王でした。でもとてもおかしいですね。ヒゼキヤは神様の御心にかなっていた王でした。できれば良い道を歩もうとしていた王でしたが、でその子だったこのマナセはとても悪い王でした。この人は55年間王でしたが、第2歴代史33章を見ると、この人はどうして神様がしてはならないということは全部したかと不思議に思われるほどでした。ちょっと調べてみましょう。第二歴代史33-1です。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、でこの異邦の民はカナンの人でした。偶像礼拝がひどかったし、カインの罪も大きかったから、それで神様はイスラエルの民を用いて裁かれたのです。その地をイスラエルの民に与えてくださったのです。でもそのイスラエルの民がカナンのその習わしを真似てしたのです。それで 33-3、 第二歴代史 33-3、 彼は父ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直し、で父はそれを取り壊したのに、それを続き直したのです。バールのために祭壇を建て、アシェラ像を作り、天の万像を拝み、これに仕えた。
これは神様が作ってくださった非常物ですね。なのにそれを拝みました。 33の4第2歴代史33の4、彼は主がかつてエルサレムに私の名が常しにあるようにと言われた主の宮に、つまり神殿ですね、ソロモンが建てた神殿です、祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の2つの庭に 天の万象のために祭壇を築いた。また彼は火の海の谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせと書いてあります。皆さん、神明記を読むとこのように子供を火の中をくぐらせることは絶対してはならないことです。それなのにそんなことをここで行っています。マナセはまた33の6、牧戦をし、町内をし、呪術を行い、霊媒や口寄せをして主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。さらに彼は自分が作った偶像の 頂上を神の宮に安置した。してはならないということは、なんか全部しているようですね。王がこうなので、イスラエルの民も王について偶像礼拝をしていたのです。 33の9節、しかしマナセはユダとエルサレムの住民を惑わせ、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせたと書いてあります。 あんまりにもひどい悪を行っていたので、追い出したカナンの民よりここイスラエルの民がひどかったということです。すると神様はその場で裁かれることもありますが、そうではなかったのです。10節、主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。警告が1回だけだったでしょうか、何度もされたでしょう。でも聞こうともしなかった。王もイスラエルの民も結局神様の裁きが下りました。 11節、そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。で、戦争が起こったんですね。戦争で負けて王はこのように虜になって、このように引いていかれたのですね、アッシリアに。 で、アッシリアの軍隊はとても残酷だというふうに言われています。とても有名ですね、残酷さで。ですから、マナセもそのようにバビロンへ引いていかれ、で、その時になって初めて自分の神を覚えるようになりました。12節、しかし悩みを身に受けた時、彼はその神、主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って、 神に祈ったので13節、長い間偶像礼拝をしてしてはならないと言われたことばかりしていたのに、それで裁きを受けました。そしてバビロンに行ってみたらあんまりにも苦しいでしょう。ですから悩みを身に受けた時、彼は初めて祈りました。へり下って、そうすると、皆さんならどうするんですか。 あなた、今までそのようにやってきただろう。だから、巻いた通りに行うのではないかと言うでしょう。でも、神様はそんな方ではありませんでした。こんなに悪い人だったんですか。悔い改めると、とても喜ばれました。それで、どうしたかというと、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうして、 マナセは主こそ神であることを知った。神様はこんな方です。許せないことも許してくださる方です。マナセは主こそ神であることを知ったと書いてありますね。第二歴代史33章でした。その次を見ると、マナセは偶像を迫害、偶像を 壊すために努力しますが、50年以上あんまりにも偶像礼拝がはびこんでいたから、イスラエルの民がそれにあんまついてこなかったのです。ですから結局、このような罪が積まれて、南ユダは結局は滅びるようになりました。で、神様はどのような方ですか。 こんなことは許せないということはありません。どんなことでも許してくださいます。そして神様は限界のない許しをしてくださる方です。新約マタイ18章21から見ましょう。ペテロがイエス様のところに来て尋ねているところです。ペテロは自分は7度
許すならとても素晴らしいことだと思ってイエス様に聞きました。するとイエス様は何と言われたでしょうか。7度を70倍するまでと言われました。すると7度を70倍するまでというと490度です。で、実はこれは490回許しなさいということではなく、7というのは完全数です。ですから無限の許しを言っておられます。そうするとイエス様はこのような許しを見せてくださったでしょうか。はい、そうです。聖書で書いてあります。ルカ23:34を見ると、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これは十字架の上で言われた言葉です。彼らというのは今イエス・キリストを十字架につけているローマの兵士たちです。そしてイエス様をからかって唾を吐いているそのイスラエルの民、そういう人たちです。そういう人たちの前でこう言っておられるのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですという祈りを捧げたのです。その状況ではイエス・キリストを釘つけた人たちであり、その後はイエス・キリストが私たち人類の罪をその身に負って救いの道を開いてくださったのに、それを受け入れない頑なな人の子らのことを指してもいます。私たちは十字架の言葉で学びました。この地は暗闇に属しています。暗闇の中にとどまっている人々は光が嫌なのです。ですから光が嫌現れるとこのように迫害するのです。それでもイエス・キリストは彼らのために愛の祈りを捧げたのです。それだけではありません。祈りだけではありません。実はご自身の身をなだめの供え物として捧げました。それで十字架の上で命まで捧げたのです。それで私たちが許される道を開いてくださったのです。私たちはイエス・キリストについていく弟子だとも言います。それなら私たちをどれくらい許すべきでしょうか。イエス・キリストの生き方を見たら分かります。しかし私たちの現実を見たら恥ずかしいことにそうではありません。自分を苦しめた人はうまくいかないこと、そこまでではなくてもあの人とは顔も合わせたくないと思う時がありますよね。私はそうでした。今も正確に言えば自分を苦しめる人とは会いたくない心が少しあるかもしれません。しかしイエス・キリストはそうでありません。限界のない許しを教えてくださいました。例えばステパノ執事のような方はどうですか。石に投げつけられて死にかけていながらもイエス・キリストのような祈りを捧げました。これが限界のない神様の許しです。そしてまた第3、神様がしてくださる許しはどういう許しでしょうか。詩編103:12-14、それからイザヤ43を見ると、私たちの父なる神様の許しは許したら思い出すことのない方です。イザヤ43:25、私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないとあります。拭い去って思い出すこともないということですね。一度許してくださったならその罪を思い出すことがないということです。詩編103:12-14もこう書いてあります。東が西から遠く離れているように、東と西は絶対会うことはできません。私たちの背きの妻を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分の恐れるものを憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。神様はどんな方でしょうか。許しの神様です。でもどのような許しをするんですか。限界のない許し、そしてそんな許しをしても絶対一度許したら思い出すことのない、そのような神様です。じゃあ箱について、契約の箱について説明して、その上にある贖いの蓋について説明しました。そして神様について説明しました。許せない人も許して、限界のない許し、
思い出すことのない許しの神様について説明して、今度は2つのケルビムについて説明しましょう。ご覧ください。じゃあここには2つのケルビムがその翼を広げて互いに向かい合ってますね。皆さん、この贖いの蓋についてずっと読んでみたら、下にある箱はアカシア材で作ってあります。そして金をかぶせてます。しかしその上の蓋、つまり贖いの蓋は金です。木じゃなく金です。その金を持って蓋を作りました。そしてその上に2つのケルビムを作ってつけたのではありません。皆さんが出エジプトを読んでみたら、それは溶接してつけたのではなく、贖いの蓋の金を土で打ってそれを伸ばして、そしてこの2つのケルビムを作ったのです。つまり一体なのです。分離できない、一体にして作ったのです。それならこの2つのケルビムはどのような役割をするでしょうか。皆さん、創世記を見ると御使いとケルビムがどう違うか、私たちが創世記公開で学びました。そして聖書を読んだら、神様はほとんどケルビムの間から、あるいはケルビムの上から望むと書いてあります。出エジプト 25-22、この贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の2つのケルビムの間から、イスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろうとあります。ですから聖書を読むと、ケルビムの間、あるいはケルビムの上ということがよく書いてあります。神様がそこにおられると。でケルビムの役割は光栄することがよくありますね。それで詩編80の一節を見ると、イスラエルの牧者よ、聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ、光を放ってください。ケルビムの上の御座についておられる方よと書いてあります。ですから聖書を読んでみると、神様はケルビムの上におられるということが結構あります。ケルビムは主に護衛することが多いからです。護衛することが多いから、そういうこともありますね。すると神の箱、この神の箱、つまり契約の箱のことですが、契約の箱ではどのような役割をしますか。で結果的にはこの契約の箱は神様であり、その神様がそこにおられる、そこに臨んでおられるということですね。すると神様がおられるその契約の箱はどのような役割をするでしょうか。さっき今日の本文ですが、民数記10章33から36、そこに神様がご臨在するこの契約の箱の役割が書いてあります。まず第一が先立って道を導く役割、それから第2、神様が守られるということです。読みながら調べましょう。じゃあまず民数記10-33ご覧ください。こうして彼らは主の山を出て3日の道のりを進んだと書いてあります。シナイ山で彼らは神様と契約を結びました。その後契約の民が守るべき律法をいただきました。そして神様がこの契約の後、神様がご臨在すると言われ、天幕、つまり幕屋を建てるようになりました。それでシナイ山で神様がから言われた通りに幕屋を建てました。そしてその後カナンの地に向かって進まなければならないので、このシナイ山からカナンに向かって進むようになりました。この時主の契約の箱が裂け立っているということです。イスラエルの民の一番前、先頭に立って進むのが契約の箱でした。その後神様が教えてくださった通りに、どの部族が先に立って、どの部族がその次というふうな順番に従って進んでいきました。そして主の契約の箱が一番前にあるんですが、そこからイスラエルの民との距離はどれくらいかというと、約900メートルくらい離れてイスラエルの民が
契約の箱についていくということですね。で、こう書いてあります。民数記10-33。彼らは主の山を出て3日の道のりを進んだと書いてあります。すると彼らの先頭に立って進み、彼らの給食の場所を探した。つまり主の雲が現れるでしょう。火のその主の雲が彼らの上にあると、そこで休んで、またその雲が見せてくださるところに進んだり、そのようにしました。結局最初は40年もとは思わなかったんですが、結局彼らはイスラエル民が神様に聞き従わなかったので、アラノで40年間主の箱についているのですね。ですからこの契約の箱がイスラエルの民を40年間導いたと言えるでしょう。どのように導いたでしょうか。彼らの先頭に立って進み、彼らの給食の場所を探した。つまり契約の箱がそうしたのです。また彼らが宿営を出て進むとき、昼間は主の雲を彼らの上にあ雲が彼らの上にあったと書いてあります。皆さん、イスラエルの砂漠は昼間40度を超えるくらい暑いところです。で、最近は湿度もとても高いんですね。でも湿度が低いと気温は高くても、木の影の下に入ると涼しくなるということですね。ですからこれがそうなのです。その時は昼間は主の雲が彼らの上にあって、いくら気温は高くてもイスラエルの民が進むことができるようにしてくださったのです。夜はどうしてくださいましたか。イスラエルの民は、出エジプトしたイスラエルの民は200万です。でそれに家畜もあったでしょう。家畜もいて、そして子供もお年寄りもいました。するとこの砂漠の夜になると、とてもどうですか、寒くなります、涼しくなります。そこで暖房を入れることはできないでしょう。石油があることもなく、ガスがあることもなく。ですから神様はどうなさったでしょうか。昼間は主の雲で下に影を作ってくださって、イスラエルの民が進むことができるようにしてくださいました。夜はどうなさったでしょうか。神様のヒーターをしてくださいました。ですから昼間は雲の柱、夜は火の柱を通して彼らを守ってくださって、導いてくださったのです。で、湿気が低かったので、雲の柱があって、その影に入れば昼間はなんとなく涼しさを感じるようになりましたね。そして夜は火の柱。私たちはただ聖書を読むと、ああそうなんだだけでしたが、実際は彼らにとって現実ではとても必要な2つの神様の守りでした。でもイスラエルの民はこのように神様が守ってくださっても、それが分からなく神様につぶやいたりしたことがありますね。実は私たちもそうでした。実はこの夜、アラノの夜だったら野獣とかいろいろ敵もあるんですが、すべて神様が守ってくださいました。もちろん後で燃える蛇とか燃える蛇に噛まれて死んだりする場合もありましたが、それほどの理由があったでしょう。神様に逆らっていたから。でも神様はこのように主の契約の箱が先頭に立って進みながら、神様は雲と火を持って、雲の柱、火の柱を持ってイスラエルの民をこのように守ってくださいました。そして10-35を見るとこう書いてあります。契約の箱が出発するときには、モーセはこう言っていた。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見舞いから逃げ去りますように。また、それが整まるときに彼は言っていた。主よ、お帰りください。イスラエルの幾千万の民のもとにとあります。つまり、
契約の箱は先頭に立って進む、そのような役割をして敵を退ける役割、そしてイスラエルの民を保護する役割をしました。これだけではありません。ヨシュア3章を見るとヨルダン川を渡っているところが書いてあります。その時も契約の箱が一番先に立っていました。一番ポイントは従順ですね。その時ヨルダン川はとてもありあふれている、そのようなところでした。それでも神様の御言葉に従って祭司たちが契約の箱を担ぐ、祭司たちが先頭に立ってその中に足を入れるとどうだったんですか。神様はその水をせき止めてくださったのです。で、ある方が説教した時どれくらいかというと、車で40分ぐらいの距離を神様が水をね、そのようにせき止めてくださったということです。で、ヨシュア3章のことを見てみたら、ヨルダン川を渡るとき契約の箱を担ぐ祭司たちが一番先頭に立って、このヨルダン川を乾いた地のように通ったことがあります。そしてヨシュア6章を見るとエリコに入るエリコ城北のことが書いてあります。この時もそうでした。一番先に契約の箱があって、その次に神様の御言葉通りその周りを6日間は一度回って、そして7日目はどうしたんですか。お羊の角笛の鳴らしがあると一式に大声で時の声を上げて、その城壁が崩れ落ちることが書いてあります。ですからこのような時でもイスラエルの民が聞き従いさえすれば神様が全てを働いてくださいました。じゃあ契約の箱を担いでいくのはここで終わりです。その後はカナンに定着するようになり、幕屋が建てられて、その中に契約の箱が置かれるようになりました。そして全ての戦争に契約の箱を持っていくのではありません。でも一回皆さん契約の箱を持って戦争に出ていて、それを奪われたことを皆さんが覚えているでしょう。ですから皆さんこのように民の先頭に立って導いたからとして、その箱自体がなんかお守りのようなものではありません。それは印です、象徴です。ですから神様は戦争に持っていて、そのように利用するのは神様の御心ではありません。じゃあそれなら実は導いて守ってくださる方は神様ご自身でありますね。じゃあそれなら神様がどのように私たちを導くでしょうか。箴言3の6節を調べましょう。箴言3の6節、あなたの行くところどこに置いても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとあります。ですから全てのことによって全てのことにおいて神様を認めるというのが神様に導かれることです。それにはダビデを例に挙げましょう。ダビデについてはよく知っていますね。国のためにいろいろ忠実を尽くしましたけれども、サウルの嫉妬によって結局は逃げるその身の上になりました。それで結局はどうしましたか。カナンの地にまで入って、そこのアギシュ王のところにまで行っていました。7年ぐらいそこにいました。そして結局彼がそのようにしていた時、ペリシテ人とサウル、イスラエルとの戦争があって、サウルとサウルの3人の息子たちが死ぬことがありました。その時ダビデは神様に聞きました。帰るでしょうかと聞いて、神様のお言葉通り帰って、ユダ部族はダビデを王にしました。そのようになった時、ペリシテ人はダビデのことを大したものではないと思っていました。どうしてそうですか。彼がサウルから逃げていた時、自分の身をペリシテ人の地域にそのように逃げていたからです。それでペリシテ人はダビデがユダ部族ぐらいの王になったって自分たちの言うことをよく聞くだろうと思って、そんなに大したものではないと思ったのです。でもペリシテ人がそう思っていた時、思いもよらなかったことが
起こりました。まずダビデがユダヤ部族の王になった時は、実は他の十部族はサウルの子イシュボテと中心に、イスラエルはイシュボシェテ王国と、ダビデ王国のように分かれていました。ですからペリシテは自分たちの思い通りになっていくと思っていました。しかしイスラエルの状況は行き詰まるように帰っていきました。というのは、 イシボシェテの将軍アブネルが弱部の手によって暗殺され殺されました。そして、イシボシェテも2人の略大たちの隊長に殺されて、結局北の方の長老たちがみんなダビデのところに投降して、イスラエルはあっという間にダビデの名で統一されました。 そうなると、イスラエルを統一したダビデは西部山地の真ん中にあったカナーンの町エブスを征服して、そこをダビデの町と名付けて、はっきりした統一イスラエルの首都としました。このようなことが本当に手をつける、その暇もなくあっという間に起こったことです。これを見たペリシテ人はびっくりしました。あ、ダビデ、 あの人を今、今のところから殺さないといけないんだとペリシテ人は思うようになりました。大したものではないと思ったダビデがだんだん力が大きくなっていて、しかも自分たちの町を征服していたからです。ですからペリシテ人はダビデのこのエブス征服の出来事に込められた政治的な意味を見抜いて、ダビデを攻撃しに来ました。それで彼らは大軍を連れてダビデのところに攻めてくるようになりました。この時ダビデも知っていました。自分が エブスを征服して自分たちの首都にしたというのがペリシテ人を刺激するだろうということを知っていました。それでもダビデは知っていながらも、それをしなければならないと思ったのです。ダビデは神様を信じていたのです。神様はペリシテ人により強い方だという知っていて、戦争というのは兵士の数によるものではなく、神様の御心なのかそうではないのか、それが重要だと思っていたのです。 そうしました。それでダビデはもし自分がそのように王になってエブスを征服して、エブスを征服して、そこにイスラエルの首都とするなら問題があると知っていながらもこうしました。この地図をご覧ください。真ん中ご覧ください。四角 に、ダビデがこの要塞に出てくると書いてありますね。右の方の四角の中を見ると、黄色いの上、ダビデの宮があります。そこで赤い矢印があります。ダビデがそこに下ってくるのです。で、これは、レファイムの谷間の先頭のことです。このレファイムの谷は、とても、 長さが5キロ、幅が3キロなので、多くの兵士がここに来ることができる、そのような谷間でした。でも、距離がとてもダビデの宮、ダビデの宮と、ダビデの宮殿と近いので、まかり間違えば、ダビデが危険になる、そのような戦闘でした。しかし、このような時、このダビデは、このようにペリシテ人の大軍が、 レファイムの谷間に展開していた時も神様に伺いました。第二サムエルですね。第二サムエル5章19節に、ダビデが神様に伺っているのが出ています。このレファイムの谷間の戦闘は 第二サムエルの5章18節から書いてあります。19、そこでダビデは主に伺っていた。ペリシテ人を攻めに上るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。ご覧ください。赤い矢印は第一次の戦争です。第一次戦争です。これは 正面から戦っている戦面線でした。しかし神様が共に
られましたので、ダビデの信仰の告白のように、戦争というのは兵士の数ではなく、神様の御心なのかどうか、それを伺わなければならないとダビデは思って、そこでダビデはペリシテ人の大軍と全面戦を行って勝利を得ました。で、それでこの赤い印ね、赤い印の方向にペリシテ人はみんな逃げてしまったのです。じゃあ逃げてしまったペリシテ人は考えました。あのダビデをそのまま放っておいてはいけないと思って第二次に攻撃しに来ました。じゃあ、第一次の、この戦争の時、イスラエルの民は自分たち、ペリシテ人は自分たちの偶像を全部持ってきました。昔の人たちは戦争は神と神との戦いと思っていたので、それで、ペリシテ人は、その戦争の時自分たちの偶像を持ってきましたが、彼らはそれを置き去りにして逃げてしまいました。そして、ダビデはそれを全部捨てたのですね。で、じゃあ第二次の戦争がありました。ペリシテ人は逃げた後また兵士を集めて同じレファビムの谷間に同じように第二次攻撃をしに来ました。じゃあ普通の人なら第一次の戦争でダビデは大勝利を得たのでそのまま出ていたかもしれません。しかしダビデはそうではありませんでした。第2サムエル 5-22。 ところがペリシテ人はなおもまた登ってきてレファビムの谷間に展開した。そこでダビデが主に伺ったところ主は仰せられた。ご覧ください地図。このレファイムの谷間にまた来ました。今度はこの紺色の矢印、それが第二次に出てきたそういう戦争ですね。今回第二次も彼らにどうしましょうかと神様に伺ったら神様は何と言われましたか。今度は正面からではなく彼らの後ろに回ってバルサム銃の林の前から彼らに迎えと言われました。それでさっき紺色は第二次の戦争でペルシテ人が逃げていた方向です。つまり彼らは第一と第二が違ったということです。ダビデがどのように彼らに向かったかというのが、神様が第一次二次の時は奇襲作戦をしなさいと言いました。で、一番右の上赤い丸がケバという地域です。このケバからとても逃げて、ケバからケゼルは右の方、この空色の印があるところ、そこまでペリシテ人は逃げたということですね。皆さん、ダビデは統一王国になる前まではイスラエルの内部で戦っていました。で、そして内部の敵が全部敵を収まって国を整えた後、ダビデはどうしましたか。その外の敵と戦いました。実はペリシテ人はとても強い民族でした。サウルと3人の息子がペリシテ人との戦争でみんな死んでしまったり、また神の箱を奪われた戦争も前、ペリシテ人との戦争でした。そして自分もスイグラクに行って住んでいながら、このペリシテ人はどれくらい強い人なのかよく知っていました。それでもダビデはどうしたんですか。主に伺って、このペリシテ人との戦い、2回の戦争がありましたが、ただ主に伺って、主の言われた通りに出ていて大勝利を得ました。これが旧約時代です。神様を認めるということはどういうことなのか、ダビデの例を挙げて説明しました。それなら新約時代はどうですか。聖霊である神様が私たちの心におられます。それで私たちを導いておられます。ですから、
から聖霊の役割は私たちを助けてくださって私たちを守ってくださる役割をしておられます。一つ例を挙げてメッセージを終わらせます。この前もパク・ヒョウジン長老について言いましたが、その方の親戚の中で牧師先生が一人おられました。その方はとっても人格者であり心も優しい方だったんですが、信仰的な面ではパク長老と意見が違っていた方でした。この方は神学校でこう学んだようです。聖霊の御業は人の時代にすでに終わった。ですから今私たちが生きているこの時代には聖書を読んで教訓を受けて良い生き方をすればいいと思っていました。それでパク長老は昨日も今日も神様は同じ方であり聖霊の御業も現れますといつも言っていました。そうしながら牧師先生が聖霊の御業を信じないのもかわいそうですが、先生と一緒に信仰生活をしているその教会の生徒がさらにかわいそうですと言ったのです。すると牧師先生はこう言います。長老さんは長老教会の長老なのにどうしてそのように神秘主義ですかと、このようにいつも二人はあったら言い争ってしまう。それで結局はこれ以上消耗的な争いはしないことにしてしまいました。ある日のことです。その牧師先生がある田舎の進学校で夜間の講義を終えて家に帰ってくるところでした。真夜になってとても疲れてしまって道からに行ってちょっと休もうと思いました。でそう思っていたんですが、ちょっとその瞬間居眠りをしてしまって、スピード時速90キロメートルのスピードで目の前の大きな木と正面衝突してしまいました。それでその事故の直前、あと思って主よと呼んで、そのまんま自分は死んだだろうと思っている瞬間、その牧師先生の目にはスロービデオのような場面が繰り広げられました。狭い車の中で眩しく輝いている巨大な見つかいがハンドルと自分との間にエアバッグのように隔てているのが見えて、またもう一人の見つかいは自分の背中の方から先生の胸と額をぎゅっと掴んでいるのを見たので、その後意識を失ってしまいました。その後少し時間が経ちました。あんまりにも車が神を揉んでシャフチャにしたようになっていたから、人々が集まってその中から死体を引き出そうとしていました。でしかしその中から人を引き出してみたら、なんと死体ではなく毛が一つもない人が歩いて出てきたのです。で集まった人だけではなく、その運転していた牧師自身もボカンとして車を一度見て、人々を見て、車を見て、人々を見て、その後彼はひざまずいて大泣きしました。主よ、私が罪を犯しました。神様は今も天の軍勢御使いを追って偉大なる聖霊の御業を起こしているのに、私が無知でそれを否認していました。許して くださいと祈りました。その後この牧師先生は聖霊に完全に満たされて、口を開けばいつも聖霊の火で火でいう火の牧師になったそうです。ヘブル1章14節、御使いは皆使える霊であって救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのでありませんかとあります。私たちは私たちを導かれる聖霊を私たちの心に迎えています。しかし聖霊、問題は聖霊の声をどれくらい正確に聞くか、また聞くだけではいけません。聞いたらそれに聞き従わなければなりません。これらのことを心に留める時間になったらと思います。今日は贖いの蓋と2つのケルビムについて説明しました。今回の次の時間はもう一度契約の箱について伝えます。契約の墓の中には何が入っているでしょうか。マナが入っていて、またアロンの杖が入っています。すると契約、そして実戒が書いてある石の板が書いてあります。じゃあ次の時間は契約の箱の中に入っているのは何だったか、それについて考えていきましょう。今日のメッセージを覚えて祈ります。
父なる神様感謝いたします。今日は私たちに契約の箱について教えてくださいました。神様が私たちと会ってくださる方です。神様は私たちを許してくださいます。神様の許しはどのような許しなのかを教えてくださって感謝いたします。今聖霊時代を生きている私たちは、私たちの心にある聖霊である神様といつも会見して、いつも導かれて助けられる私たちになるようにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された東海女先生の癒しの祈りを受けます。ここ具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN の放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会の姿勢で、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓ロープ、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など具合の悪いところは皆聖霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる、敵である悪魔サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も聖霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、チューブ、関節炎、ヘルニアも完全になり、頭痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、全ての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる。敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れてあれ、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇には皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子どもたちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子どもたちには知恵をと悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。
父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。